どうも、エルザです。それでは、デトロイト、ビカミヒューマンやっていきたいと思います。危ない。デッドバイデイライトって言いそうだった。なんかね、デトロイトって言いたいんだけどね、デッドバイって言いそうになるんだよね、毎回ね。はい、じゃあ、前回は何かとそれぞれ心境の変化が大きく起きたのと、最後、マーカスが、ことを大げさというか、荒げたっていう展開になってるんですが、次、誰の話になるかちょっと楽しみなんでね、やっていきたいと思います。さあ、コナ。ああ、またアマンダに怒られるんだろうな。あら、アマンダどこいるんだろう。ここ釣りしたら何釣れるんだろうね。生き物がいる感じが一切しないからさ。あれ？中央行くか。外回りではないのか。あれ？アマンダどこ？あ、もしかして。いきなり和風。いらっしゃい、コーナー。たまにはボートの旅なんてどうかしら。どうせこぐの僕でしょう。やっぱだよね。さあ、こぎますか。ほい。バガサか、いいね。ここは落ち着くわ。ここでは何もかもが穏やかで、喧騒とは無縁の場所。それで収穫はありましたか？エデンクラブの兵隊がエデンクラブに。ですが残念ながらやむを得ず破壊しました。ん？破壊して評価上がるの？戸惑っているのですか？戸惑いかき乱されている。困惑しとくか。 いえ決してそんなことは。戸惑うはずがありません。あ、なんとなくソフトウェアの意味がちょっと分かってきたかもしれない。もしこのまま操作に進展が見られないようなら、入れ替えることも考慮しなければ。無関心。それで構いません。事件の解決が全てです。ああ、やっぱりね。はいはい、なんとなく分かってきた。ああ、そういうことか。何かよからぬことが起こったようですね。急ぎなさい。もう時間がありません。おお、すげえ。コイン遊び好きやけど。そのコイン遊び見てるとイライラすんだよ。すみません、警部補。79回です。どうも、警部補。おい、なんだこの騒ぎは。パーティーあるなんて聞いてないぞ。ニュースで騒がれたせいでみんな首を突っ込みたがるんです。 FBI まで乗り出してきましたよ。あーたく、 FBI に占領されんのか。嫌な予感がしてたんだよ。状況は？容疑者は4体のアンドロイド。ビルのことも把握していて、かなり計画的です。どうやって気づかれずにここまで来たのかわかりません。屋上は見たか？まだだ。調べるものだらけで、ちゃんと確認しておけ。廊下で警備員に襲いかかったようです。メンテナンスのアンドロイドだと思ったんでしょう。不意をつかれたと言っていました。
このまま話し聞きながら進むことも可能か。逃げようとしたところ後ろから撃たれたようです。すまんな。射程ギリギリから心臓めがけて一発。アンドロイドじゃなきゃそんなゲート無理でしょうね。で、従業員の数。さあ、エヴァン・トンプソン。職員2名と3体の。そうだね、これ僕が撃ったからね。だけです。犯人は職員を人質に取って声明を生で放送した後、屋上から逃げたそうです。屋上？パラシュートで飛び降りたんですよ。着地地点を探していますが、この天気じゃ不明というか。兵隊が放送したビデオ声明が見たければ、あそこの画面でどうぞ。まあでもやっぱコナーの時は謎解き要素強いね。ん？誰？警部補、FBI のパーキンス特別捜査官です。アンダーソン警部補はこの事件の担当捜査官です。それは？私はコナー、サイバーライフから派遣されました。アンドロイドの捜査官とはな。事件現場にアンドロイドか。あんなことの後で。まあいい。我々が捜査を引き継ぎ、君はお役ごめん。それじゃどうも、いい一日よ。足元に気をつけろ。現場を荒らすな。つく野郎だ。何かあったらいつでも声をかけてください。よし、それじゃ調べるぞ。何かあったら知らせろ。はーい、はい、はーい。やる気のない感じになってしまったけど、私たちにも尊厳と希望と権利が与えられるべきなのです。共に手を取り合って人間とアンドロイドの輝かしい未来を築き上げていきましょう。これは人々の希望のメッセージです。あなた方は命をくれた。そして今自由を与える時が来たのです。あれが RA9 か。RA9 がアンドロイドを解放する。このアンドロイドの目的と一致します。手がかりね。一応、そうだね、ここで話、ちょっと僕なりに考えたのがあるんだけど、コナーの、あれだよ、ソフトウェアの異常っていうのが多分、変異体のロック解除っていうか、それなんじゃないかなと思ってるんだよね。で、多分、感情的な反応をすると、なぜかソフトウェアの異常が出て、で、機械的にするとソフトウェアがなんか、いい感じなのよ。あの、よくなるのよ。型番とシリアルなんかだから、そこら辺のバランスが逆になってるのかな。それ以外はどうだ。いえ、何も。だから返答の仕方、ハンクには多分正常というかいいように見せると多分ソフトウェアの異常が出るのよね。アマンダの時に評価が上がってるのがハンクの時に下がるやつっていうか上げると、なんかね、ソフィアの異常と異常とか出るタイミングがちょっと違くてね、それがすごい気になってるんだよね。さあ操作していこうかな。でも操作もさ、ね、協力の仕方で変化があるんならちょっとやってみたいよね。ガバガバの操作か。いや、笑ったらむせてしまった。あ、さあさあ、あっちもなんかあったね。だからなんかソフトウェアとの関係性がね、コナーの場合は多分ソフトウェアが完璧異常をきたすと、もしかしたら変異体になれるシーンが見れるのかもしれないね。あ、やっぱ監視用の動画あったか。その形跡は見られなかったな。廊下にカメラがあります。それを見て従業員が気づくはずでしょう。カメラ見てなかったんだな。
メラを見てなかったか。局のアンドロイドだったらキッチンにいますよ。犯人とは無関係だと思いますが、正直扱いに困って。そうか、じゃあそのロボット探すか。報告を聞く、放送室を調べる、屋上を調べる、キッチンのアンドロイド。一応これ以上は調べるものはないかな。その並び方よね。血の色は、あー、ブルーブラッドね。まあ、ブルーブラッド。まあ、そうだね。ロボットを雑に扱うとね。さあ、尋問しますか。変異体を見つける。君の機能は、私は放送オペレーターです。君の型番は JB300 型、シリアルナンバーは336445581です。ほう。目撃者。変異体が侵入した時はここに。いえ、覚えていません。覚えていない。最近メモリーにアクセスされたことは。いいえ、ありません。ほう。最近接触していいのかな。接触はしなかったか。作業時に接触する駐在のアンドロイドのみです。診断を実行しろ。全システム正常に作動中。監視カメラで目撃したにもかかわらず報告をしなかった。つまり変異体がいるということだ。どれが変異体なのか調べさせてもらうぞ。罪悪か、罪悪。ああ、そういうことか。一体の変異体のために全員廃棄される必要はないだろう。自白しなければ罪のない2体のアンドロイドがシャットダウンされるんだぞ。ああ、もし自白してくれるなら君を廃棄処分にしないよう説得できるかもしれないんだぞ。俺の勘ね、この子めっちゃ目が泳ぐもん。なんか人間っぽいよね。いいか、君は機能を停止されるんだぞ。そしてメモリーをサーチされ、全ての部品をバラバラに解体され、分析されるんだ。君は破壊されるんだよ。わかるか、破壊されるんだ。高圧器貼ったり拷問。メモリーにアクセスした方が早そうだね。うんじゃ。どうかな。外れてるかもしれないけど。やっぱりね。はいはい。急にアクション。当たってたね、あいつっぽいねっていうのはね。
連打連打。さあまだ1分あるぞ。ってことは1分、あと1分で追っかけないといけない感じかな。さあもう少し。いや、ハンク 40% やったからね。お見事だな、コナ。生け捕りにしたかった。ナメか人間を救ったんだ。俺の命もな。あ、やっぱ助かったんだ。あ、よかったよかった。それはよかった。まだ殺すには早い。いやー、刺された仕返しはせんとね。いやー、でもなんかあれだな、銃って見た瞬間ね。うん。あー、ってことは、あれか、他にも何かしら、変異体見つけるかとかいろいろあるんだね。変異体を撃つ。これどうなんだろうな、変異体を撃つというか、銃を引く以外の選択したら、意外と最悪な展開もあったかもしれないね。世界の選択 25% 殺戮を阻止した。まあ人間助かったからいいか。いやー、いかんいかん、銃を見ると禁断症状やね。いやー、なんかね、スプラの影響なのかな、わかんねえな。銃を見ると反射的に撃ちたくなるっていうね。危ないね。じゃあ続きやっていきましょう。さあ、アリスとは親密、ルーサーは中立なんだ。まだルーサーとなんかきっかけが出てくるかな。助けを求める庭を調べる。こっちはもうない。さあカーラの話だね。車が1台。お、人がいる。どうも。すみません、こちらにローズさんはいらっしゃいますか？何の用だ？話がしたいんです。それは無理だ、帰ってくれ。お願い、どうしても会いたいんです。私がローズよ。どんなご用かしら？助けてくれると聞いて。助ける？来なさい、中で話しましょう。同じアンドロイドかな。信用して平気か？信用してみるか。それしかない。具合は？寒いよカーラ。お家の中で温まろうね。めっちゃ風邪ひいてそうだよな。さあ久しぶりの家。いや、やっぱでかいな。お名前は？アリス。
ひどい熱ね。ここ何日か野宿していて、もう限界で。2階に空き部屋があるわ。寝かせてきなさい。食事を持っていくから。アダム、案内してあげて。の前に、まあ、あれない。よし、雑誌は見れないか、まだ。じゃあ2階連れて行こっかね。ああ、でもおしゃれやね。このローズっていう人はカナダに行くのを手伝ってくれるっていう感じなのかな。さあ、アリスと一緒に2階に行った。いや、逆に妖刀症ならんかったな。私は平気だよ。国境を越えるんでしょ。私のせいで遅くなるのは嫌。安心させる。ゆっくり休んで。元気になったら明日出発よ。なんで人間は意地悪なの？悪いことしてないのに。複雑な事情。人間はとても複雑なの。たまに理解できないことをするのよ。お話しするだけじゃダメなの？きっと分かってもらえるよ。楽観的。きっとそのうち分かってもらえる。何が好きか分からなかったけど、とっても美味しいスパゲティを作ってきたわよ。食べればすぐ元気になるはず。解熱剤も用意しておいたわ。ありがとう。これは洗濯しておくわね。はあ、食事を進める。何か食べないと。家を出てから食べてないでしょ。食べてくれる？ちょっと下に行ってくるわね。さあ、なんでこんなに部屋が調べれるのかめっちゃ気になるけどね。明日には俺より元気になるさ。カーテンを閉める。さあね、やっぱ国境越えだね。国境越えか。頼もしいね、今のところ。さあ、今のところまだまともな人間に会ってないんでね。まあ、こっちの返答次第なところもあるんだろうな。クリスマスか。はあ、今真逆の夏やけんな、こっち。さあ、ローズと話すか。それ以外は今んところなさそうだね。アダムとの会話もちょっとありそうだね。あなたの名前は？カーラです。この子は息子のアダム。私の名前はもう知ってるわよね。ほら、座って、カーラ。じゃあ、座らせてもらいますか。真冬に変異体が女の子を連れて一体何をしているの？真実を。父親が虐待を、殴られてる姿を見て突然目が覚めたんです。自分を犠牲にしてもあの子を救わなきゃって。あの子を守るために逃げ出したんです。
そうだったの。ローズについて。ここにはお二人だけで。2年前に主人が亡くなってね。アダムと二人でやりくりしているの。取れた野菜を市場で売ったりしてね。裕福ではないけれど、食べ物には困らないわ。感謝だね。本当にありがとうございます。あと一晩でも外で過ごしていたら。できる限り手を差し伸べるようにしてるだけよ。なぜ？普通はアンドロイドを嫌うのに、なぜ助けてくれるんですか？私たちも価値のない人間だと言われ続けてきたの。周りの助けがあったからこそこうして今生きていられるのよ。国境越えを手伝っていると聞きました。助けてください。川を渡るしかないわ。でも冬は川が凍ってる。とても危険よ。あ、やっぱそうなるのか。それにあのアンドロイドの生命のせいでみんなピリピリしてる。落ち着くまでの間はここに身を隠している方が安全よ。選択肢ね、懇願する。選択肢ね、ずっと隠れているわけにも。あの子には普通の暮らしをさせてあげたいんです。国境を越えないと。何があろうと。お願い、助けてください。ローズ、来てちょうだい。何？なんか事件。いや、嫌な感じはやめてほしいな。なんだろう。でも二人って言ってたからね。一体どうしたの？メアリーがシャットダウンしたんだ。シャットダウン。一緒に逃げてきた。国境を越えたら何をしようかっていつも話してて。愛してた。何よりも愛してたんだ。これからどうすればいい？そっとしておきましょう。アリス、どうしたの？寝てなきゃダメよ。でも眠くないよ。待つか。おいで、アリス。部屋にいたくないって言ってな。どうしたか。いえ、平気よ。今の部屋さ、RA9 の文字なかった？多分、ないってことはやっぱ一瞬だけ見せれる様子なんだろうね。 RA9 の文字があったのと、あとはアリスが見たら正常化したよね。今日あんな事件があったばかりだっていうのに危険すぎるだろ。警察がここで奴らを見つけたらどうする。刑務所行きだぞ。分かってるのか。刑務所だ。アダム、それについてはもう話したでしょ。いや、もう黙っちゃいられない。人生が台無しになっちまうんだぞ。機械のために。機械じゃないと言っているでしょ。生きているのよ。生きてるのは俺たちだ。あいつらは違うだろう。父さんが生きていればこんなことにはならなかった。アダム、親に向かってなんて口を聞くの。あいつらをかくまったせいで刑務所に行くなんて真っ平だ。いい加減にしなさい。もうやめて。
人間、まあ人間らしいといえば人間らしい回答だよね。気にしないで。たまにああやって爆発するのよ。父親が亡くなってからは特にね。でも悪い子じゃないのよ。今晩国境を越えられるよう準備しましょう。いい？今晩？はあ。待ってて、すぐに戻るわ。いや、今晩は今晩でありがたいんだけど、アリス体調大丈夫か？ああ、第三次世界大戦だね。あ、国のアンドロイドの性能だろうね。自分のモデルだったね。さあ、アリスはそこいる。ちょっとアリスを話すとあれだから先に周囲見るか。ブルーブラッドの袋、これもらいたいところではあるね。これが、夫か。特には大丈夫そうかな。外が見れるっていうぐらいか。いや、違う、ちょっと待った。なんか今反応したぞ。あー、なんかこんなゲームのキャラいたな、ソニーに。そういえば。クッキーのやつね。さ、こっちは？見れるだけ。やっぱ RA9 のやつは、警察だ、警察が来た。どうしたらいい。全部バレちまうぞ。急いでルーサー、アリスを連れて。ドアを開けないと。いつかどうなると思ってんの。2階に行こう、アリス。あとは変異体の痕跡はここ。で、落ち着いて、アダム。何も心配することない。そうそう。落ち着かせて、痕跡あと3つ ?3 つそんなある？あと2つとなると、どこどこどこ、何がある何がある。皿か。あ、証拠を隠す、証拠を隠す。反応しろ反応しろ、時間がねえから反応してくれ。え、これここ、よしよし。あと1。あ、ちょっと待った、これこれこれ。あ、いいか、これ子供の服やからいいのか。あ、いたー。こんばんは。お邪魔してすみません。アンドロイドの目撃情報がありましてね。ここのところ変異体の事件が多いでしょ。いくつか質問いいですか。どうぞ。入っても。もちろん。こんばんは。こんばんは。コーヒー入れましょうか。ぜひ。何か変わったことはありません。残された変異体の証拠って何？
これしたか、突然の訪問者とか。いえ、特にありません。お二人の他に誰か。いえ、二人だけです。お宅にアンドロイドはいますか。いいえ、アンドロイドはいません。そうとね、こんな感じなんだコーヒー。いや、なんかそういう感心してる場合ではないんだけど。どうぞ。残り、さあ、でもさ、昨日残りだよね、隠したもんね。よしよし。飲まないの？どう？予約レベル 10% 下がったね。ああ、2人だけですっつったのに子供の服があるのはちょっとあれだね。ああ、これで2階に確かに。誰もいないっておっしゃってませんでした。ああ、もう忘れてた。その私の娘が2階に。疑惑レベルが 20% 上昇。いや警察だからといってそんな家の中捜索していいの？アダム。アダムと言います。どうかしたのかい、アダム。アンドロイドが彼、変異体の事件のことで不安になっているみたいで。何か変異体の情報はあるかな？見かけたことは？変異体？いえ、知りません。いえ、見たことはありません。そろそろ行きます。コーヒーどうも。おやすみなさい。誰かいるんですか？洗濯機。あれは洗濯機ですよ。古い機種だからうるさくって。それじゃあお邪魔しました。失礼します。おやすみなさい。はあ、よかった。2階は失敗やったな。大丈夫よ、アリス。もう平気だから。ローザ。危な。出発する準備を。夜じゃないの？出ましょう。あ、夜だね。いやー、危なかったいや、てか、そうだね、まさか騒ぎがすると思ってなかったから二人ってしてしまったけど。いやー、娘忘れるってやばいよね、親としてはね。まあ、警察は立ち去ったと。いやー、まあ、忘れることねえよねっていう気はするんだけどね。二人ですって言ってね。まあでもあのタイミングというかローズの帰ってくるタイミングも見計らってた感じだね。まあいざとなれば銃で撃とうかなとか思ってたけど、銃手元にないか、さすがに。はい、ということで、今回ここまでにしましょうかね。一応、動画を見てる方はここまでです。ライブを見てる方は引き続きやっていきたいなと思います。まあ世論は敵対
アリシルーサーは、親密とだいぶ良くなってきてますね、関係性は。まあ、これがどう影響してくるのかっていうのが気になりますが、多分次マーカスとか動かすのかな。まあね、さあね、さっき生まれましたって娘忘れてたとかのレベルじゃないからね。まあそこもちょっと面白いなと思ったけど、いやいやいや。まあね、次回もまた展開が、多分次結構進むんじゃないの。なんかね、特にカーラ編の方は一気に進みそうな感じがするかな。はい、ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録高評価もぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃあまたな。